32時間目、始まるよー。はい、号令。起立、礼。よろしくお願いします。どこまでやったのか忘れちゃったぜ。ですよね。今日は平家物語、扇の的の続きです。テーマは、誰が誰に何をした、かです。では頑張りましょう、ハイドーン。ああ、こういうシーンだったな。そういえば、的までの距離72メートルって、どのくらいなんだろうな。いい質問ですね、ハイドーン。自陣のペナルティエリアから、相手のゴールくらいまでですね。めっちゃ遠いぜ、届くのか本当に。与一が自陣ないのも当然でしょう。オリフシ北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。船は、揺り上げ揺り据え浪へば、扇目視に定まらずひらめいたり。ここでポイント。反対の意味、似た意味の言葉を並べて、何がどんなで、どうした、という状況を、印象付けようとしている。これを、追句法、というよ。ここから意識して読んでいけってことだな。沖には平家、船を一面に並べて見ものす。久我には源氏、靴場を並べてこれを見る。追句って言っても、難しくはないぜ。場所は、陸と海、で正反対。敵同士の源氏と平家、乗り物、は共通でも陸と海、で正反対。なるほど、追句だな。いずれもいずれも晴れならずということぞなき。ちょっと待って。なんでしょう。晴れならずということぞなきって何、晴れがましい。ってわけわからないぜ。これは二重否定。ってやつですね。ほにゃららないわけではない。つまりすっごくほにゃららだ。どういうこと。例えば、嫌い、じゃ、ない、つまり、好き、ってことですよね。そう簡単じゃないと思うけども。晴れがましくない、を否定するので、ここでは、とても晴れがましい、になりますよ。よいち目を塞いで、この権限、宇都宮、那須の湯泉大明神、根が白派、あの扇の真ん中へさせてたばせたませ、これを依存する者ならば、弓切りを自害して、人に二度表を迎えかふでからず、今一度本国へ迎えへんとおごしめさば、この矢外させたまふな、と心の内に記念して、目を見開いたれば、風も少し吹き終わり、扇もいよげにぞなったりける。与一、かぶらを取ってつがい、よっぴいてロード放つ。五郎という情、十二足見つぶせ、弓は強し、裏響くほど長なりして、誤たず扇の要木は一寸ばかり置いて、ひいふっとぞいきったる。かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっとぞ散ったりける。夕日のかかやいたるに、みなぐれないの扇の日出したるが、白波の上に漂い、浮きぬ沈みぬゆられければ、沖には平家、船旗を叩いて感じたり、久我には源氏、エビラを叩いてどよめきけり。追句、多いな。あまりの面白さに、勘に耐えざるにやとおぼしくて、船の内より、年五十ばかりなるおのこの、黒川おどしの鎧着て、白絵のなぎなた持ったるが、扇立てたりけるところに立って舞いしめたり。おっさん、踊ってる場合じゃないんじゃないの。普通そう考えますよね。そのおっさんのダンスを挑発だと考えた、そんな人がいたんです。伊勢の三郎義盛、与一が後ろへ歩ませ寄って、ご上手、つかまつれ。と言いければ。待って。なんでしょう。伊勢の三郎が命令したんじゃないの。伊勢の三郎はただのメッセンジャー。源の義経が挑発された、と憤り、与一に撃ち殺せ、と命令したんですね。今度は中差し取って撃ち食わせ、よっぴいて、背や首の骨をよう振っといて、船底へ逆さまに倒す。平家の方には音もせず、源氏の方にはまたエビラを叩いてどよめきけり。あ、いたり。という人もあり、また、情けなし。というものもあり。待って。なんでしょう。あ、いたり、はいいんだけどさ、情けなし、は、がっかりだ、情けない、とか、そういう訳になるんじゃないの。いい疑問ですね。ここで言う、情け、は、情けない、という形容詞の一部ではなく、情、気持ち、を表す名詞です。悪条件の中、長距離狙撃を成功させた、与一の弓の腕前を褒めたたえる意味で、踊った男を、撃ち殺すとはなんとも、情け容赦ない、という意味なんですね。情景を想像できれば意外と簡単なんだな。そう、古文は、誰が、何を、など、
きちんと理解していれば難しくはないんです。現に公立高校入試の問題でも、今、どういうシーンなのか等、そんな問題が出されたりしてますし、よく読んで、頭の中で想像してみましょうね。本文に、ほにゃららが、ほにゃららに向かって、とか、書き足したらわかりやすくなりそうだぜ。それでは今回の狙い、誰が誰に何をした、は、バッチリではないでしょうか。追句も復習しておくぜ。では今日の授業はこの辺で終わりましょう。ワークは進めておきましょう。いいですね。はい。じゃ、号令。起立、礼、ありがとうございました。今回の注意ポイントは、歴史的仮名遣い。どれもこれも放たれた矢の風切り音です。現代仮名遣いに直せますよね。ではでは。